箱入り息子です。今日は何の日ですか、はい、何の日ですか、何の日ですか、心当たりありますか、今日ですか、あれじゃない、はじめちゃん課長さんの誕生日、おめでとうございます、おめでとうございます、ってこと、違います、あれじゃない、リナとの誕生日ですか、そうです、おめでとう、ありがとう、ってことは、ってことはみんなでチョコを食べよう、バレンタイン、バレンタイン、みんなが夢にいろいろに買いに来ました。じゃあ撮ってください。了解です。紹介してください。すごい、すごい量やば。両手に担いで持ってきたから。どれでもいい？はい。立てたね。両手に担いで持ってきたから。あ、すいません。まだ行くのにしてません。あ、そう。行け行け。行け。行こう。行け。行きます。かな、ババン、うわもうコタロウ、いいの、じゃあもうコタロウ、めっちゃ嬉しい、今ツムツムガチ勢なの、え、そうか、あげてきて、おお、あげたいぜ、あげたい、あげたい、どうせなくなった、こういうのさ、一時期俺と一緒だったのとさ、やってた、じゃあ何だっけ、マリオだ、うちはコナンだ、コナンだ、アホほど買ってたよ、コンプリート一緒に買ってたもん、いただきます、開けます、はい、おいありがとう、そう。なんだっけこいつの名前、誰それ、あ、ちしゃ猫、デイジー、あ、豚、ハッピー、あ、貯金箱だ、なんだっけ、あげるあげる、やった、好きよ、さすが、あげる、次行きまーす、ブルーバン、なんで買ったかというと、ビッシュっていうグループが好きなんですよ、で、この BIS がビッシュっぽかったんです、ササイ、これめっちゃ美味しいって書いてた、いただきます、あ、でもちょうど6個あるか、あ、ありがとう、いただきます、うまい、すげえ、これ、え、すごい、何それ、なんか6個入ってんじゃない、これ、かわいい、じゃこれいこう、おいしい、これも開けます、じゃ飲んでみて、飲むものなの、おいしい、これ何、何これ、何すか、一番すごい、これはお酒のチョコよな、お酒のチョコ、僕食べていいの、やめたら、まだ早い、君は行ってくんなよ、やめとけ、お前らはまだ早い、やけには早い、やけには早いから、なんか、よくわかんないですけど、いただきますね、あ、食べ物なんだ、それ食べ物じゃなかったら何なのじゃ、なんか入ってんのかな、食べ物どんな味するんだろうね、あ、でもね、くせえ、あ、くせえわまずいくせえ、なんこれ、うわ、なんか出てきた汁、酒入ってる、でも酒は飲んでない、俺、いや、シロップよな、うん、え、すごい、シロップ結構酒の味するよ、なんか酒やん、そんな味結構お酒じゃね、これ、うん、じゃあお酒は、うわっ、おいしい、ホワイトチョコ好きな人、はい、じゃあ、はい、めっちゃ好き、ちょっと待って、次のチョコいきまーす、はい、ババン、あそこ、え、りょう、貼ってあげるよ、あ、貼ってるよ、もう、いや、貼れんだったらそっちに変えるよ飾っときたくない、かわいい、なんかさ、パッケージさん可愛いの、かわいい、え、なんか外すわじゃん、貼ってあげるに、つけないでね、つけない、つけないで、あ、やった。かわいい。ね、あ、お食べ。ほら。おいしい。これだけでちょっと。さっきのそれ完全に忘れてた。これ普通に食べようと思って。え、いちご入ってるよ。絶対。はい。ドライフルーツみたいなの入ってるんじゃない？うん、ドライ。おいしいよ、これ。いちご。めっちゃうま。うまい、それうまいかも。うん。まあ、今まで。6個ぐらい開封しましたけど、うん、まだまだあるんですよ、すごい、やっぱどれが一番美味しいか聞くんであるんで考えてみてください、オーケー、次、ウォルナッツチョコレート、清原じゃん、じゃあ、うん、俺だって朝ピーナッツのサボり食ってちゃんとって、美味しい、あ、でもね、可愛いわ、あ、でも4つしかないわ、これ、じゃんけんしよう、しよっか、もうしよう、お腹いっぱい、俺もう最初のグー、じゃんけんぽい、しよ、しよ、ああ結構なんかナッツだから軽いかもしれない、ナッツだから軽い、これ中に何か入ってる、入ってないですよ、俺も食べますよ、出てきた、なんか何も入ってない、何も入ってない、入ってない、ナッツの形してるってこと、うん、あ、そうだ、これはね、めっちゃ入ってる、うわ、17個近所に配ってもらう、うわ、開けようぜ、頑張って、開けようぜ、え、キャラメルじゃん、柔らかいんだよ、なんか変なの入ってる、美味しいけど、ピロのバースデーのやつカートンで一緒だったね、あ、ほんまや、ピロのバースデーの時のやつカートンでした、あはははは
反応どうしたやば水ないね。あ、だすあのね、うちがチョコレートになってる。あのね、ちょっとしんどい口の中が今。一旦とりあえず紹介していくか。次お金。あ、おめっちゃ好きっす、こういうの。こういうのめっちゃ好きなんだけど、わかる？わかる。どこだろう？あの、私、UFO キャッチャーがあるよね。あれあれ。ここどこ？こういうチョコめっちゃ好きだったっけ。ユーロ、EU みたいな。あ、そう、これ加盟してるから、ね、そこ。じゃあ、こんな国で使っちゃっていいよ。あ、いいんすか。海外行く。次使っちゃおう。あ、見たことあるよ。あ、有名。これサッチェンに全部食べてほしくて。これ？うん。え、え、かわいい。え、何か。で、これあの。あ、あ、うんうん、いいよ。お食べください。いただきます。はい。チェン。どうした？ちょっとこぼれちゃった。かわいい。意味わからん。チョコの中にチョコ入ってる。チョコの中にチョコ入ってる。えぐない。おー、いや。じゃあこれ、清原に。これは麦チョコ。麦チョコの話していい？ちょっと。いいよ。あれ、なんかさ、僕の手開けたらすごい麦チョコ転がっててなんかすごいウサギ入ったのかなって。いや、僕ですよ。あ、ですよね。僕の糞ですよ。ほんとに一個一個僕拾ったんじゃない。お、すごいよ。え、コラフル。割と、え、割とキュービック、割とキュービックだ。え、すごい。入れ物はめちゃくちゃ可愛い。え、すげえ、うん、こういうのめっちゃ好き、僕。じゃあ、めっちゃ好きなんであげる。あのね、あとはもう、何引っ張っていきますね。これ、え、濃い。でもパンダがいい。好きだけど。リョウがさ、自分のスリッパをさ、なんでパンダみたい。食べてダメだよ。飾るんだよ。え、これは取っとく。これは食べない。ねえ。食べてみる。え、すげえ。これさ、もう食べないで、これ飾ってこいよ、これ。すごい。え、それってさ、え、すごい。え、サウルスまでチョコなの？サウルスまでチョコ。やばでも、俺は、これ、真ん中がカイト君だと思ってる。なんで？パカって出てくんねん、カイト君が。かわいいでしょ。米村カイトが出てくるんですよ、この卵から。かわいいでしょ。うん。飾っとこう、これは。で、どれが一番重かったですかって。どれだろう。わかるよ。いちごでしょ。うん、いちご好きそう。いちかんくん、いちごが一番美味しかった。何が一番好きだった？いちご。キョハルなんだった。結局あのなんかあのツムツムのやつが一番美味しいです。チョコエッグみたいな。チョコエッグ、わかる。チョコエッグが一番美味しい。飛ぶぞお前、これ飛ぶ。うん、麦チョコは美味しい、確かに。おー、うめえ、うまい、うまい、うまい、うめえよ。怖いかもね。あのね、絆創膏のやつが一番美味しかった。絆創膏。絆創膏、絆創膏、絆創膏で、絆創膏じゃね、絆創膏。俺昨日リョウガにバレンタインのチョコあげたの気づいた。あれ気づいてないでしょ。チョコブラックサンドあげたんだけど同じ。どうでしたかバレンタインは。楽しめた。でも今年はね、ゼロ個だった。最高何個もらった。やばいでしょ、だってなんか最高のチョコの数わかんない、80個ぐらい。いや80個。市川くんなんかもうこの間言ってたじゃん、なんかこの間ブンブン言わせてたみたいな。ブンブン言わせてた。ちっちゃい時言ってた。ちっちゃい時はブンブン言わせてた。何個もらった。ブンブンは期待できるよ。何個だった？結構よ。あの数えてない、いちいち数えてない。あっけ、結構よ。マジか。すごい。キヨとか結構もらったんだ。全然俺あの親族しかもらってない。身内。でもちょっとフライドあるから、なんか何個もらったんって聞かれたら、それを数にして3個とか。あーね、そういう3個ってちょっとリアルだよね。そう、リアルで。コタとか絶対友チョコ多いパターンでしょ。あー、死ぬほどね。死ぬほど。もうトラックでもコタのさ、高校ブスじゃない。マジで。あれにちょっと渡そうとは思わないもんね。あ、違うんだけど、本当に高校の時1個もらったんかい。でも顔面黒すぎてチョコみたいだね。お前に言われたくねえよ。はい、ということで。いや、聞かんのかい、俺。俺だけ聞かんのかい。じゃあ何個な、一人だけ聞けよ。じゃあ何個だよ。別に5個ぐらい。そんな別に面白くないけど、一人だけ聞こえ。いいちゃんと回収してくれたわ。はい、今回チョコレートを6人で死ぬほど食べてみた。すごいね、すごかったわ。一番なるよ、ね。うん。あ、みんなこ。チョコって肌荒れするっていうじゃん。終わったな。みんな
回してるやつが全然発生しない。